しょうもないけど。今から8年前、当時小学5年生だった息子が初めて夕飯カレーを作ってくれた。嬉しくて待ち受けにしていたら、カレーが待ち受けって、と同僚に笑われた。私もそこで流せばよかったんだけど、息子を笑われた気がしてムッとして、これは息子が作ってくれたカレーなんですと言ってしまった。そしたら小学生に火を使わせるなんて、男の子なのに母親失格と総攻撃を浴びた。そして8年経った現在、小学生に火を使わせるなんて男の子なのにと言った同僚は、家事全くしないパラサイトシングルの息子と夫を抱えてずっとブツブツ言ってる母親失格と言った同僚は、未だ独身。うちの息子は現在大学1年生で、洗濯でも布団干しでもフットワーク軽くやってくれるし、凝った料理はしないけど、カレー、チャーハン、焼肉的な男飯を頼めばいつでも作ってくれる。性格悪いけど、同僚の愚痴を聞くたびに気分がいい。